イメラジオ第2339回。今日は令和2年7月8日水曜日です。時刻は午後6時、横浜港北、水曜の夕方。1年で一番日の長い時刻ですが、太陽は今雲の向こう、丹沢にも雲がかかっていて、けれど天空にはブルースカイまだ見えますね。街は明るいですよ。今日は曇った一日で、だけど午後走りに行きました。緑道です。そして少し休んでから今夢ラジオの放送。夜にはまたオンラインのお仕事があります。さて、2339回目の夢ラジオ、今回は第二外国語はほとんど無意味、こんなタイトルでお話しします。第二外国語はほとんど無意味。高校で第二外国語、つまり英語以外の外国語を課しているところはあんまりはないでしょう。例えばカトリックの高校でフランス語を第二外国語としてというのはたまに聞きますね。けどほとんど力入ってないでしょ。そして第二外国語というのはこれまで圧倒的に大学に入った後、その教養部において、習うといえば習う。とはいえ、この第二外国語というのが実に悲惨で、そこには英語以外のフランス語、ドイツ語、あるいはスペイン語、イタリア語、中国語、韓国語、アラビア語あったらすごいね。あと、そういうのが並んでるんですけど、ほとんど身につかない。で、学生さん方も興味を持たない。今までもそうでした。だから今大人の人で、大学で第二外国語を学んだという人、その後役に立ちましたか？その後身につきましたか？ね、その後何か利益ありましたかと言って、もう100人中99人、あるいは1000人中999人ぐらいまではもう何の利益もなかった。身につくこともなかった。ただ単位のためだけに取りましたという、そういう答えが返ってくることでしょう。そして、じゃあその第二外国語、以外のっていうか、第一外国語、英語ですね。で、その英語が身についたかというと、これまたも全然微妙で、英語喋れない人、大学に行ったのにね、いろいろいるでしょ。そうなんですよ。結局、第二外国語なんか身についてないし、そして第一外国語の英語すら危ういというのが今までの教育、そして今の教育なんですよ。大学の語学教育としてね。もちろん、その大学入試が終わったら途端に勉強をやめる日本人の若者、このメンタリティにも問題があるとは言うものの、ただし英語ぐらいは、その学生一人一人のスキルに限界があるんならね、スキルとモチベーション、能力とやる気に限界があるんなら、まだ英語の読み書き話し聞きに特化させて、そしてどうせ身につかない第二外国語なんかやめるべきだ。少なくとも強制にしないべきですね。今までは、先生、大学に受かりました。ああ、おめでとう。第二外国語どうしたらいいでしょうか？なんか僕に似合ってる言語ありませんか？なんて言われて、塾にいた頃はね、君だったら性格がね、ちょっと内気だし、深く考える傾向があるから、ドイツ語かなとか、なんとか、こんなことを言ってたんですけど、それでじゃあドイツ語が身についたという話も聞かない。フランス語も中国語も全く聞かない。第二外国語はほとんど無意味です。
ほとんどとくっつけてるのは、たまにその第二外国語をものすごく一生懸命頑張ってマスターした人もいないわけではないのでね。まあ、ですから全く無意味というふうにバサッと切って捨てるのはまずいけれど、ただ全体的にはほとんど無意味ですよ。しかもね、今2020年ですけど、ドイツ語やフランス語を学ぶ意味はもうないね。はっきり言って、ドイツ語やフランス語を学ぶ意味はない。ドイツやフランスが輝いて見えない。あるいはその文化ね、その文化というものも、別に語学を学ばなくても文化を学べる、そういう時代に入ってきています。今から50年ぐらい前の、例えば1960年、70年だと、そもそもドイツ語やフランス語の語学を学んどかないと、そのドイツやフランスから吸収できない何かがあったんですよ。哲学であれ、文学であれ、あるいはテクノロジーであれ。特にその哲学や文学において、独仏が先頭行ってましたから、20世紀にはね。ですから、そういう時にその時代の割と優秀な者たちがドイツ語やフランス語を学ぶ、しかも最初は第二外国語として英語以外に学んだという、これにもある程度の意味はあった。けれど欧州の位置が相対的に低下し、そしてドイツやフランスの文化が全くキラキラせず、魅力的にも見えなくなってきた今、なんでわざわざそこの言語まで学ぶというものすごい努力をしなきゃいけないのか。そういうことなんですよ。言語を新しく学ぶというのは大変なんですよね。もう一回机とか太陽とか山とか川とかっていう、そういう簡単な単語から覚え直していって、そして冠詞がある場合は冠詞、格変化がある場合は格変化、そして動詞の活用みたいなものをもうマスターしていかなきゃいけないわけでしょ。今の人には勧めませんね、そんなの。そして最近私は大学のカリキュラムがどうなってんのかあまり見てないんですけど、もし今第二外国語を未だ強制してるんだったらやめるべきださっさと。そしてさっきも話しましたが、その文、英語の4技能ですね。そして一定程度英語で話して聞ける人にさせて大学を卒業させる。もうドイツ語やフランス語や中国語はもういいと、どうせ耳はつかないと。もちろん今いるドイツ語やフランス語の先生方は職を失うことになりますが、時代の流れでしょうがないでしょう。私にはこれを言う権利がありますよ。かくいう私もドイツ語の教員になりたいなと思って、修士課程まで行って頑張るは頑張った方なんです。ただし私は英語の先生になりました。しかも大学の先生ではありません。塾の先生、あるいはオンラインの先生ですよね。しょうがなかったと思いますよ。私の若い頃の夢は果たせなかったけれど、しかも、さっきからお話しているように、ドイツ語やフランス語をそもそも専攻してしまったということ自体、未来を見抜けていなかったな。判断ミスだったな。それは今、ドイツ語やフランス語で先生になりたいけどなれません。あるいは今、先生になってはいるけど、今後どうなるかわかりませんという方にも当てはまるお話なんですよ。その大学の語学の先生、第二外国語の先生たちの職という、ものすごくね、どうでもいい話、これをもうのけたら、君たちの判断ミスだったよね、というふうにのけたなら、第二外国語をやめて、そして英語だけに特化することに何の害もない。そして、稀にいる、ドイツ語やフランス語をマスターいけそうな、マスターしていけそうな、ほんの少数の人たちのために、今の数分の1の講座を、自由選択で用意しとけばいいんですよ。数分の1の講座を自由選択で用意しとけばいいんですよ。そして本当にやる気のある人はですね、例えばアラビア語をマスターするぞと思った時、自分の大学にアラビア語がなかったら自分で勝手に学び始めますよ。それは。インターネットの時代、それがものすごくやりやすくなっています。
だから東京や大阪にいなくてもいいんだよね。どっか適当な地方の町にいて、けれどインターネットだけ使って一定程度まで行けるよ。今から新しい何々語は。私自身、フランス語、ドイツ語を、マスターして、そして社会人になってから韓国語もマスターして、それぞれの言語でものをしゃべる、そこでいろんな体験をするということの、楽しさ、それは知っているつもりですが、その労力が大変なんですよ、これがまた。そしてその後ね、塾の先生になって教え子たちと喋っていても、第二外国語を身につけたという人はほとんどいない。ては一人もいない、今振り返ってみて。ていうか英語すら怪しい、ね、英語すら全然喋れもしない人ばかりが生産された。大学いい大学を仕込んでもね、そのことを考えるともう無駄なことに若者の時間とエネルギーを費やさせるのはやめた方がいいんじゃないか。夢ラジオ第2339回、今回は第二外国語はほとんど無意味、こんなテーマでお話ししました。水曜日の夕方です。